はい、どうも、ごまみれです。まあ、ショートの動画にもあげたんですけどね。まあ、ご覧の通りですわ。シマノ21、ミッドゲームエクスチューンっていうね、船竿です。はい。だいたいエクスチューンだから5万、4万の中後半くらいの、船竿ですわ。うん。そいつの、モノコックグリップの強度が不足していることが判明しましたということで、で、本来ならば対策品にて交換すべきのところ、材料、部品の調達に短期的な見通しが立たないため、この度本体価格にて返金対応させていただくことになりましたということで、自主回収ですね。申告者のみしますよって。うん。これ聞き逃したらね、なんだろう。泣き寝入りする可能性が出てくるからね。いざという時にぶっ壊れて。うん。っていうのがありましてね。結局、モノコックグリップなんですよ。こいつも結局、ケツから、このモノコックグリップ差し込んどるだけだから、ね。だから、連日のように言っとるやん。連日ってわけでもないけど、ほら、ネッサ、ネッサ。うん、ネッサのこと言うとるやん。そういうことなんですよ。結局。うん。だからね、もうね、はい、リコールにすればいいのにと思って。うん、けどね、なんだろう。ネッサの XR とか、ああいうロッドになってくると、もうね、その、型番とかで絞れんぐらい、もう全体的に雑魚やから、もう全回収、ないし全返金になってしまうわけですよ。うん。で、サーフロッドっていうのは、まあそれなりに本数が出とるロッドらしくてね。あと、ネッサのエクスチューンもそうか。うん。だからね、本当に返金対応してくれんかね。まあ、俺今、ネッサ使っとるんやけどさ、XR。これに関しても、キャストの時に、カチッと音がするようになり始めました。はい。もうちょっと使うとね、なんだろう。もうちょっと使い出すと、もっとカタ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 、みんながやってるようにね、カタ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 言い出すかなとは思ってます。うん。そういえば、ネッサもメイドインチャイナだったんよね。やっぱ向こうの人間はもう、やる気がないんかね、仕事の。まあ、でも設計ミスの問題だと思うけどね。うん。設計ミスなんですよ。このカーボンモノコックグリップね。ブランクがここまでしかないって話しとるじゃないですか。グリップのどこまでしかないっていう。ね。で、こっからは、また別のね、ブランクをね、ストレートのテーパーのブランクをつないで、で、ケツにカーボンモノコックをつけとるみたいな。うん。そんな感じにして、ね、1,2,3,4 パーツか。グリップも含め、リールシートも含めたら4パーツで構成されてるわけだけど、うん。このね、グリップエンド、このね、ストレートのグリップのシャフトと、このリールシート、ないしこのブランクをつなぐための、この接着の部分がね、どうやら甘いんじゃないかっていうので、まあ一応仮説は立てられてるみたいなんだけど、なんかね、今、修理出しとる。ね、別のね、ツイッターで見つけたんやけどさ、ネッサ XR の修理出しとっけど、これと同じ。材料の、調達に時間がかかっとって、3週間島野に預けっぱなしみたいな。うん。何それみたいな。うん。けど認めたくないし、あと、ネッサだけじゃないから、カーボンモノコックの、あれを使っとるのは。うん。ルナミスとかさ、ディアルナとかを。ぶっちゃけ、なんだろう、カーボンモノコックのこのグリップエンドじゃないだけで、今、現行のシマノのロッドってのは、コルトスナイパーとかはちょっとね、なんだろう、EVA のグリップの中に入っとってわからんのやけど、ルナミス、それからディアルナもそうかな、は、どうやら写真を見る限り、一緒なんですよ。ここまでのブランクで、リールシートと、あとグリップエンドが EVA かカーボンモノコックかっていうだけと、あとここはもう継ぎ目になっとってみたいな。うん。じゃあなんでルナミスとかそういうので、ね、そういう不具合が出ないのかって言ったら、グリップエンドがそもそも短いんで、なんだろう、グリップを引く投げ方、遠投用のキャスティング。村田さんがようやっとるやつですよ、キャスティングセミナーで。うん。腰を入れて左手を引く!左手を引くって言ったらあれ。うん。ね。
あれのキャストをシーバスとかでやらないんですよ。うん。まあ、これもちょっとね、今度動画の方で別で上げようと思うんだけど、シーバスとかそっち系の釣りはどうしても手投げになっとるんですよ。うん。手だけで増えって、右手で振っていくような手投げ。うん。になっとるからこそ、残念ながら、そういうキャストになっとるから、そのキャストの場合はぶっちゃけ、なんだろう。グリップに負荷はかからないんで、投げれるんですよ。うん。だからこそこういうね、技術のごまかしというか、そういうのができるわけさ。それこそネッサ XR に関してはね、他の YouTube のチャンネルでね、本音インプレみたいな感じで、言うてましたけど、ね。いや、なんかね、まあ、もちゃーっとしとったわ。俺も一応その動画見たけどさ、うん。グリップの俺に関しても多分感覚が分かってないんか知らんけど、語ってはなかったし、コメント来とったけど返信もされてなかったし、うん、気の毒にコメントした人。うち来たら全部返信してあげるんにな。うん、投げ方も結構ね、手投げ。うん。それこそテスターとかも手投げになっとくからさ、右手でふっと投げる。ね。竿をそのね、止めるんじゃなくて、ブーンって振るような感じ。もうホッティなんかがもうそうやからさ。そうなってくるとね、やっぱ手投げの人の、ね、手投げの人が100投げようが200投げようが、ガチのキャスティング、投げ竿とかさ、あっち系のキャスティングでガーンってやって10頭以内にもう片付くみたいな、そんな状況になってしまうわけよ。うん。竿にかかる負荷が違うから、全くと言っていいほど。うん。そういうのもあって、その強度の絞り方っていうのを間違えたんじゃないかなっていうのは、なんか最近いろいろ考えて、分かってきたような気がする。うん。だ手投げの人だったら、竿に負担がかからんから、そのコスト削減のためにここまで落としていいだろうね。この、性能をね。うん。接着剤ここまでね、弱くしてもいいだろう、みたいな。うん。コスト削減、コスト削減ですよ。うん。まあ、その話もちょっと別口でやろうかなとは思っとるんですけど、うん、もうね、いい加減日を認めて、なんかね、ルナミスとかディアルーナとか、あっち系、でもディアルーナもそうかな。まあディアルーナとルナミスはぶっちゃけ大丈夫だと思うけど、ネッサに関しては確実に回収というかね、回収ないし返金云々っていうのは、うん、俺くらいだからさ、ネットで騒いどるのは、ネットで騒いどるの俺くらいだからさ、なんかね、みんながこの声にね、同調してくれたら、まあ、そういう対応にはなるなと思うけど、だ結局その、ね、数えれる程度しか文句言っとらんのやったら、ね、変に波風立てるよりも、もう仕方を決め込んだ方がいいわけやねか。うん。そういうとこなんだよね。いや、結局さ、ね、そういうことなのよ、結局。うん、結構ね、島野のね、文句を言うね、また動画が増えていくと思うけどね。うん。なんでしょうね、ほんと。うん。まあ、怠慢ですよ、怠慢。本当に怠慢ですよ。もう島野っていうブランドだけ、ブランドの名前だけで買ってくれるバカをダマくらかして、ね、お金を稼いどるっていうのが今のやり方ですから。うん。ね。まあ、世界ナンバーワンを台場に明け渡すくらいですよ。まあ、台場は台場で別の問題があるんだけどね。それもまた動画にしようかな。いやー、本当に、この悲しい BGM が合うくらいね。悲しいことですよ。いや、本当にネッサは、まあ、分かっとって買った俺も俺なんだけど、いや、でもね、うん。正直、うん。分かっとって買った、こんなことになるのは、じゃあ買うなって話なんやけど、いや、普通にだって、ね、そっちの方が面白いもん。俺はそれでやっとるよ。俺は面白いからやっとるからな。いや、そんなもんですよ。本当に。うん。俺は別になんか面白半分でこうやって動画にしとるからさ、いいかもしれんけどね。なんだろう。みんなは、他のネッサ XR を買ってる人たちは、どう思っとるんかね。うん。それが一番気の毒で仕方ないわ。変な話、俺これでお金稼いどっからさ。ね。例えば、これで仮にね、購入価格での返金っていう話になったら、俺は実質プラスになるわけよ。うん。悪い錬金術だよね。こういうのなくなったらいいと思う。
けどみんなはね、無駄に時間と嫌な気持ちとね、を、その、お金はプラマイゼロで、うん。ね、定型文のね、申し訳ありませんでしたっていう手紙とともに、うん。台湾みたいにわびシール来るんか知らんけど。ね、ほんとそんな感じになるわけさ。みんなの気持ちはどうなんだろうね。なんかすごいしんどいなとは思うけど。だから本当になんだ。もういい加減ね、熱さシリーズに関しては、うん、シーバスとかはまだ話変わってくるから、うん。シーバスロッドとかで、フルキャストすることって、ないから。うん。平時の使い方としてね。うん。その、お金ない人間がシーバスロッドでショアジグを使い回そうみたいな話になったら話変わってくるけど、うん。一般的な、その、シーバスロッドっていうカテゴリーで、そんなクソみたいなフルキャストするね、ことはないから。だから、せめて熱さでしょ。うん。だって、品番によってはやっぱさ、50グラムとかのプラグとかをさ、投げなあかんわけでね。うん。そうなってくると、やっぱりさ、やっぱ遠くへ飛ばすっていう技術が必要になってくるわけよ。うん。こんだけほらね、サーフゲームを盛り上がっとってさ、人いっぱいおるんやからさ、みんなよりも遠くへ飛ばさんかったらさ、ね、すれ散らかした手前で釣りするしかないねか。嫌やん、そんな。だから飛距離っていうのが本当に大事な釣りのはずなのにこんなことになっとってさ、悲しいよね。ほんと、みんなで声を上げよう。うん。俺もね、なんだろう。もうすぐ、カタカタなり出すと思うから、ネッサがね。島野にがっつりクレーム言おうと思うし。うん。で、これでね、例えば、そうだな。返金にもならず、島野に差を持たれっぱなしで、ね、結局ほら、材料とかは一緒だからさ、これのミッドゲームとかと一緒でね。うん。だから、短期的な見通しが立たないっていうことで、多分年内無理なんじゃないかな。どうなんやろ。うん。だって来年からね、材料費が吸ったもんだら値上げとかしたりさ、ただでさえ他の製品の納期が遅れとったりするわけやねんか。うん。だから、その感じでね、もし1年、ほら、島の保証1年だからさ、その1年の保証を経ってね、保証が切れましたっていう状態で、まあ設計ミスだから直しようがないのよ。うん。ぶっちゃけ。新しくね、作るにもお金がかかりすぎるわけだから、補修でやりくりするしかないのよ。うん。だから、それを考えると、1年経って、いや、保証期間切れてるんでってなったら消費者センター駆け込むから、俺は。それでまた動画作ってやる。本当に。ふざけてやがるよ。これを生んだのは、まあ、みんなだよ。変な話。我々消費者だからね、こんな怠慢の殿様商売に、島野をやったのは。我々のね、原因ってのもあるからね。だから、ダメなもんはダメって言わなあかんと思う。本当に。俺がなんか放火魔だって言われるんかな。こういう場合って。著しく社の名誉を毀損したみたいなこと言われたらマジ面白いけどな。受けてたっすけど。まあまあ、そんななんかぼやきはほどほどに。ね、ぜひ熱さシリーズの回収を訴えかけましょう。はい、以上、コマミレでした。